ダイレクタージェネラルはですね、今年の5月に日本にやってきてくれまして、そして日本 のジェアスのサイトを見学してくれました。それから福島の汚染問題についてもですね、日本の立場をよく理解してくれて、事務局長が来ていただいたので、日本でファオの評判が大きく広がったと思います。日本としては一つは気候変動に対応すること、そしてもう一つは世界中の食糧危機にどうやって立ち向かうかというと、今日私は総会でお話をしました。そういう意味で FAO は今後世界的にもより一層力を持って影響力を持っていくべき組織だと思いますので、日本政府としてもこの FAO とがっちりと協力関係を作ってですね、一緒に頑張っていきたいと思います。